皆さんこんにちは、ももです。強制日記1年と2ヶ月目でございます。はい、毎月毎月ね、強制日記ということで1ヶ月ごとに動画をアップしているんですが、今回も1年と2ヶ月目の変化と、やっと前歯を引っ込む作業に入ったよっていうお話と、最後に矯正の Q&A のこの3つをお話ししていきたいと思います。はい、というわけでね、矯正を始めて1年と2ヶ月目なんですけれども、まずは先月との比較の写真を載せていきたいと思います。こんな感じです。いかがでしょうか。あんまりね、やっぱ1ヶ月単位だとそこまで変化は私も感じないというか、分かりにくいのかなと思いますが、まあだいぶ口元の方も引っ込んできているので、前回とあまり変わらないですかね、見た目の変化っていうものは。まず本当に1年前の写真と比べると、かなり口元も下がってきて、まあ見た目もそうだし、口元の印象とか笑いやすくなったりとか、もうそういった部分はもう本当に大きな変化がありました。まあ、実際にこの矯正の1年の変化っていうものは別に動画をアップしているので、もっと細かい写真が見たいっていう人は、ぜひ1年間のまとめのね、矯正日記の動画もチェックしてみてください。まあ、今回ね、矯正日記の動画で話したかったことが、実は私が一番気にしてるこのごぼう口のここですね、ここの部分だったんですけど、約 2,3 ヶ月ぐらいここは動かしてなかったんです。ずっとなんか止めてたというか、固定してる状態だったので、さほど大きい動きはなくて、下の歯の隙間を完全に先に埋めちゃおうということで、下の方だけずっとずっと動かす感じで調節をしに行ってました。それがやっと今月10月から上の歯もしっかりガッともっと下げていこうということで、やっとワイヤーもちょっときつめにして、アンカースクリューもゴムをまた前歯の方はかけて、動かし始めたところだったので、今月の歯医者さんは結構ずっと歯が痛くて、上下ともに、結構ズキンズキンとした感じの痛みが1週間半ぐらい続きましたね。だから本当にこれから多分変化がもっと見えてくるんじゃないかなと思います。今は結構下の歯がもう完全に引っ込んでて、前の歯がまだ結構隙間が空いている状態なので、なんだ、前の方が結構出てるような感じの状態なんですね。だからここがちょっと、あと残りのこの隙間の部分が埋まれば、まあ、矯正は終わるということだったので、先生にもあとどのくらいで、まあこの前歯っていうのを引っ込んで大体終わるぐらい、目安はいつですかと聞いたら、半年ぐらいと言われたので、大体やっぱ私も歯並びがもともと綺麗な場合でも、まあ短くて2年はかかるのかなっていう感じです。あと半年で歯が埋まって持てるとかもいろいろ含めたら、あと1年で多分外れると思います、この器具は。そう、もうね、下の方は完全に下がっているので、下の歯の部分っていうのはもう固定というような感じでずっとこのままでいるんですけど、残りはこの上の歯はね、どん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 引っ込ませていくので、先生もね、見た目はあともうちょっと多分変わってくると言われました。まだここの部分がモコッとしたりとかしてるので、ここがだいぶまた半年ぐらいかけて見た目の部分が変わってくるんじゃないかなと思います。ただやっぱりね、矯正を始めて、また最近昔の写真をこう見比べてたりとかしてたんですけど、私唇が薄くなってる、完全に。なんか前もうちょっと唇が分厚かったじゃないけど、ちょっとぷくってしてるような感じだったのが、だいぶ薄くなりましたね。見返したらすごい感じる、唇のこの変化っていうものもやっぱあるなと思いましたね。あとね、やっぱ真顔の時にどうしてもここの筋肉を使ってないからへの字になっちゃってるので、でも頬こけがほんと前よりちょっとマシになってきた感じはします。ちょっとだけマシになったかも。でもね、もうちょっとここもふっくらさせたいんですよね。やっぱ矯正するとね、全然噛めないんですよ、本当に。1年経った今でもまだ噛めないことが多いので、やっぱここがどうしてもどんどんこけちゃうのがでかいですね。やっぱり本当に矯正する前の自分のこの顔の輪郭と矯正を始めた後の輪郭を比べてみると全然違うんですよね。ちょっとやっぱこうこけたような感じ、ちょっと病的なような感じに見えちゃうので、ここちょっとね、まあ
どうにかできたらなと思うんですけど、これもまあ矯正のバイヤー外れてから考えるか、ちょっとまあ今ヒアルロン酸とかまあ入れてみたりとか、ちょっとまあ他になんか方法あればまあいいなと思ったりはしてるところです。まあ多分ね、これから本当にどんどんまたちょっと見た目がね変わってくると思うので、またまあ変化がちょっと出てきたら、そこはまた改めて動画でお話をしたいと思います。というわけで、続いては前回の矯正日記でいただいた質問をいくつかお答えをしていきたいと思います。まずは私もももちゃんと同じ歯並びがいい自己語なのですが、そういう方が抜歯矯正すると歯が内向きになると聞いたことがあります。ももちゃん、そのように感じたことはありますでしょうか？あります。あの、私今下の歯が若干内向きになってきてる。なんかこの内向きになったことによって、あの下の歯がこう喋ってる時に見えなくなってきたから、私はまああんまり気にしてはないんですけど、どうなんだろう、もしかしたらこれは人によっては気にする方もいらっしゃるかもしれないけど。続いては、私も矯正していていつも励みになってます。 ありがとうございます。矯正してると歯磨き大変です。もう大変です本当に。私は口臭が大丈夫かとても気にしています。ももさんは何か対策してますか？わかります。矯正してると口臭マジで気になりますよね。私もあの今は電動歯ブラシプラス細かいところを磨く歯ブラシプラス、あとジェットウォッシャーとかも、まあ、使うときは使ったりとか、あとは必ずあの歯磨き終わった後に液体歯磨きってものは必ずクチュクチュっと口の中を最後やって仕上げたりしてますね。あとは口臭が気になる時とかは舌磨きクリーナーっていうものは、あの歯磨きを終わった後は必ず仕上げにね、舌磨きっていうのはやるようにしてますね。やっぱりね、矯正中って物が詰まっちゃったりするから口臭が臭くなったりすることが多いので、やっぱこう基本的にご飯を食べたら歯を磨くっていう感じのが、まああまり私は口臭が気にならないというか、まあベストです。続いて、とても綺麗な顔になってていいで、ありがとうございます。私自身顎がなくて抜歯矯正するか悩んでいるのですが、モンさんは顎を出すための装置などをつけていましたか？私はですね、逆なんですよね。あのそれこそ形成外科の先生にレントゲンの写真とかをいろいろ撮っていただいた時に、なんか顎はしっかりしてるから顎とかのやつはやらなくていいと言われて、ただまあ口元のところはまあほんとそれこそ骨切りセットバックか、矯正どっちかかなっていう感じだったので、まあ私は顎がまあしっかり割とあるタイプと言われたので、逆にね、口元がね下がってきたことによって顎が前より伸びた感じがします。なんか伸びた気がする。ここは面積増えて気がする。だからまあメイクとかでちょっと唇ポテッと見せるようなメイクを最近よくしてるんですけど、なんか顎伸びたような気がするわ。続いて、ももちゃんに憧れて同じ病院で抜歯矯正をしようかと考えカウンセリングを受けたのですが、単位で抜歯矯正のデメリットをたくさん言われて悩み始めました。今は顎の調子や噛み合わせに問題出ていませんか？ももちゃんの助言通り納得するまでカウンセリング行こうと悩みますが、矯正を2年近く頑張れば悩み解消されるってわけもいかないのかなと諦めの気持ちが膨らんでいます。そうですね、私もいろんなところにカウンセリング行ったんですけど、基本的に矯正の先生はあの非抜歯の方を選ばれる方が多いです。やっぱり健康的な歯を抜いてまで矯正をする必要はないよっていう考え方の方が多かったので、私は歯並びどうこうというよりかは見た目、あの口元のこのぼっこりしてる部分をちょっとすっきりさせたいっていうのが目的だったので、抜歯矯正でどうしてもやらないとそこは解消されないっていうのが、もうまず形成外科行っても分かったし、矯正の先生にもいろいろカウンセリング行ったところでも結果的にはもうそういう話になっちゃってたので、もう私はもう抜歯矯正をしてくださる先生で、自分も抜歯矯正するデメリットを把握した上でやってるので、そこを自分がどう受け入れるかになってくるんじゃないかなと思います。今は私、顎のこの調子とか噛み合わせの問題は基本的に出てないです。そういった悩みも随時先生がこうアドバイスをしてくれたりとか、こういう風になっていくから今はこういう状態だけど、まあ、大丈夫だからねって悩みをしっかりこう説明してくださる先生がいいと思います。矯正は私が言ってるところがいいっていうよりかは先生と相性がいいところに行った方がいいです。やっぱ矯正をしてるとアクシデントが出てきたりとか、必ず悩みが出てきます。ワイヤーが外れたりとか、なんかちょっと歯のなんかここ大丈夫、引っ込まないんだけどとか、多分自分
がやってて、ね、悩みが出てくると思うんですけど、その都度その都度私はあの悩みを先生に話した時にしっかり先生は受け答えしてくださって、かなり話しやすい先生っていうのもあって、私はもう先生で決めましたね、基本的には。なので本当にね、納得するまでカウンセリングは行った方がいいと思います。あの、私が言ってるところがいいというよりかは、自分が合う先生のところに行ってください。抜歯をしなくてもいいんだったら抜歯しない矯正の方が私もいいと思います。だから私の場合は特例かもしれないですけど、まあまあ健康的な歯を抜いてまでやる必要は私もないと思うので、だからそういうのを全部含めた上でね、受け入れるか受け入れないか、まあ最後は自分次第だと思うので、まあ納得するまでぜひカウンセリング巡りは行かれてみてください。続いて、矯正をする予定だったのですが、歯茎が下がってスキッパになる場合があると聞きました。ももちゃんスキッパになりましたか？私ね、一時期前歯の方がスキッパになったりする時がありました。それがアンカースクリューのゴム掛けをやめちゃったら、前歯の方ねやめちゃったらスキッパになっちゃったので、ここだけあの分散しちゃってね、動きが。なのでまたそれを先生に伝えたら、またゴム掛けをしていただいたので、そしたらまたスキッパはなくなったので、そういうトラブルがねあるんですよ、矯正してると、まあそういうのも悩みがあったらすぐ先生に私は今話してるので、まあスキッパはあるけど、まあゴム掛けしたら私はすぐに戻りました。続いて、私も矯正を始めようと考えてます。矯正してほうれい線濃くなりましたか？濃くなったと思う。多分私、まあ年齢もあるとは思うんですけど、まあやっぱ口元もともとこう出てたものを下げてきてるので、ほうれい線はどうしてもまあ出てきちゃうのかな、仕方ないのかなと思ったりはするけど、そうですね、もうこれをいいのか悪いのか捉えるのは人それぞれだけど、私は確かにほうれい線ちょっと増えてきたし、口元唇が薄くなってきちゃってるので、それもちょっと気になったりとか、あと噛む力が今ないというのもあって、頬骨が余計に出てきちゃったりとか、まあある意味老けて見えたりそういうことあるかもしれないんだけど、まあやることに対してはちょっとデメリットが実はあったりするので、そこを受け入れてやるか、まあそこはちょっとデメリットは嫌だったら、まあやらない方がいいのかとか、まあそこは自分次第ですけど、私と同じ考えの人がいる。矯正をして顎が伸びたと感じることはありますでしょうか？私今半年目です。矯正する前より若干伸びてしまったと感じています。わかるわかる、私もね顎伸びた気がするよ、本当に。なんか顎が長くなった気がするね。もうちょっと顎短くていいんだけど、私っていうかさ、ほんと数ミリ単位で動かしただけでさ、見た目すごい変わりますよね。私もびっくりする。と続いて、2年くらいかかりますが、今現在下の右の歯が冷たい飲み物でキンと締めるような痛みがあるんですけど、知覚過敏なんでしょうか？知覚過敏です、もうそれは完全に矯正してるね、知覚過敏結構つきものだと思います。私もね、未だに知覚過敏悩んでるので、やっぱりこう、まあ仕方ないんですよ。ワイヤーでなんか無理やりこう動かしてるから、知覚過敏は仕方ないからシュミテクトをまあ使うようにしてって私も先生に言われて。続いて、矯正したら顔のたるみが気になり出しました。口ぼこぼこが治ると同時にマリオネットラインが出る気がして、ももさんどうですか？やっぱこういう質問っていうかコメントも多いんですけど、わかる、顔のたるみ、ちょっと私もこれが年齢によるものなのか、口ごぼを治したことによって出てきてしまったたるみなのかわからないんですけれども、口元下げすぎは良くないと思うんですよね。ちょっとここも私今先生と今話をしていてあんまり下げすぎたくもないっていうのは言ってるんですけど、もうね、やってみないとわからない部分があったので、私も実際たるみね気になる、本当に。だからね、ハイフとか今やったりとかはしてるんですけど、あとは皮膚をね、スキンケアも頑張ったりはしてるんですけど、たるみはねどうしようもできないよね。まあ年をとって30、40とかになったら切開リフトってものをやろうかなとは考えてるんですけど、まだ私20代だからちょっとまだ早いかなと思って、今んとこここは切開リフトとかは考えてないですけど。ももちゃんは矯正しようってなった時に福岡矯正とかで調べて片っ端から矯正行きましたか？行きました。まあ、自分がね通いやすい、毎月毎月行くので通いやすい範囲のところで、矯正歯科のところはとにかくあちこち行きましたね。遠すぎるとね、あの行きにくいので、やっぱり通いやすいところっていうのを基準に
そこにいっぱい矯正歯科っていうのはたくさんあるので、福岡は特に。はい、というわけで、まあ、またね、矯正に関して気になる質問だったりとか、なんかご意見とかもありましたら、今回のこのコメント欄でバシバシと、残しちゃってください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますよかったらぜひチェックしてみてください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。